ノイジ、山本宮城から2試合連続先制弾。阪神が1985年以来となる日本一に向けてノイジーのスリーランで先制した。4回1失1、2塁でノイジーがオリックス先発宮城弘也がワンボール2ストライクから投じた4球目の変化球をタイガースファンの待つレフトスタンドに放り込んだ。わあ、うわ、ノイジー、おお、これ入るんかよ。 MVP 決まった。山本宮城から2試合連続で先制弾はヤバすぎる。このまま優勝したらガチで MVPR で。ノイジー、今までごめんな。ほんま、なにわのボーカーやん。ノイジー首なのに残留決定弾や。ノイジーがまさかこんなに活躍するとは。やっぱりパワーって大事だわ。シーズンを全て調整期間にする男。ノイジー、俺は最初から日本シリーズのことしか考えてないから。シーズンのことも考えてくれ。ノイジーを5番に挙げた岡田監督の勝負感がすごい。吉野部から一発打ったからだろうけど。ノイジー間違いなく来季も残留だな。岡田監督が使い続けてただけあるな。あのボールをホームランまで持っていったのはもうなんていうか神。後世に名を残す伝説の助っ人となった瞬間。ベンチ裏でノイジーと残留の契約交わしてくれ。最高や。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。